シュバルフスキー公園は、サンクトペテルブルクビボルグスキー地区、パルゴロボにある公園。公園は142ヘクタールの広さがあり、そのうちの136ヘクタールは、文化遺産の保護のために新規建設が禁止されている。公園内は、丘陵地帯で、古代の常緑信用樹が多くあり、公園の南東部には、パルナッソスと呼ばれる人口の丘がある。 このパルナッソスという丘は18世紀半ばに、ピョートルイバーノビーチシュバーロフ伯爵が、濃度に作らせたもので、名前の由来は、アポロン、ミューズが重地とするパルナッソス山から。パルナッソスの丘では海星なら、聖、イサーク大聖堂のドーム部分が拝むことができる。パルナッソス近くには18世紀に掘って作られた2つの池があるが、その形状から、シャプカナポレオナ、 ルバシュカ・ナポレオーナと呼ばれるに至った。この地域の最初の言及は1500年にロシアで作成された教会の会計本で伺い知ることができる。1662年、この地域はカビルヤと呼ばれスウェーデン人の荘園であった。大北方戦争での勝利により土地が返還され、ピョートル一世は娘のエリザベータにこの土地を与えた。百四十六年、 ピョートロイバーノビチ・シュバーロフはエリザベータから白爵の称号を付与された。それと同時に、シュバーロフ家はこの地域の土地を管轄することとなった。1815年、パーベル・アンドレイヴィチ・シュバーロフとバルバーラ・ペトロブナが結婚。住居の建設や、それに伴う土地の整備などをする予定であったが、1823年の12月にパーベルは死去。未亡人となったバルバーラは、 スイスレマン湖のほとりにある別荘で過ごした。1826年、フランス人のアドルフ・ポリエ伯爵と恋に落ち結婚。後にアドルフは、ロシアの市民権を得て、バルバーラと共に、ロシアへ渡り3年間を過ごしたが、1830年3月に、結核により死去した。悲しみに暮れるバルバーラは、アドルフの記憶を永続させるために、 芸術家で建築家であるアレクサンドル・ブリューロフに、教会と地下聖堂の建築を依頼した。教会は、ゴシックリバイバル様式となり1846年6月27日に、剣道式が行われた。教会は1935年に閉鎖されたが1990年代後半に開放された。1872年6月30日には、 ロシアの有名な作曲家のニコライ・リムスキー・コルサコフとナジェージダ・リムスカヤ・コルサコバがペテロ・パウロ協会で結婚した。ありがとうございます。